い、今回のテスト走行は前回に引き続いてなんですけども、ちょっと交通量の多いところに挑戦してみようかと思います。まあとは言ってもね、私の住んでる田舎町で、しかも朝7時にまだなってない段階ですんで、そんなにたくさんね、どこ行っても走ってないとは思うんですよ。通勤ラッシュになると多少交差点の周りっていうのは渋滞するんですけども、まあ今はこの通りですね、本当に行き交う車も少なく、とても走りやすいところではありますけども、こればっかりだとね、練習にならないんで、少しね、交通量が多いところ行ってみようかと思うんですね。横断歩道があったり、通学中の高校生とかいますけども、今夏休みなんで多分朝練とかでしょうね。部活頑張ってほしいですね。雨が上がって練習がしやすくなる頃かなと思います。はい、右にね、公園があります。かなり大きい池もある公園で、結構ジョギングしてらっしゃる方がいるんで、ここはね結構人が多いんですよ。で、まっすぐ行くと、まあ、左手にちょっと施設みたいなもんがあって、居住区がちょっと山になってますけどね、この緑の丘の上の方に居住区があります。さらに進んでいくと、信号ですね。ここでちょっと信号待ちすることになります。まあ、前回燃費のお話をしたんですけども、燃費の他にもいろいろとケアしないといけないところがあって、それがね、雨漏り問題なんですよ。この上の方見ていただいたら分かるように、Tバルフってあるじゃないですか。これ雨が降ると水がポタポタ持ってくるんですよね。これはね、トランザムお乗りの方の共通の悩みなんじゃないかなと思います。確かね、柳瀬が販売代行しなかったぐらい、これはね、有名な話で、要するに T バルーフは仲介しないと、 T バルーフついてない車は仲介するよみたいな感じでね、聞いたことがありますけど、もうちょっとね、記憶曖昧ですけども、はい、並木通りになってきました。両側にね、素敵な木が並んでいて、ここもね、とっても気持ちがいいところですね。で、ここ降り切ると、いよいよ街といいますか、大した都心部でもないんですけども、ちょびっと街みたいな感じになってきますね。食とかね、アパレルとか通信とか、いろんな会社が揃っていて、ちょっと活気のあるところになってきます。交通量も非常に多いということになりますけども、さあどのぐらいあるでしょうね。信号待ちをしてるんですけども、10台も並ばないんですよ。信号待ちでもね、10台並ばないというね。私の以前住んでいた広島市っていうのはもうね、ひっきりなしに車が止まって、全然第二走行帯まで溢れてるみたいなことになってたりしましたけどもね。しかも路面電車もありますから、今こうやって穏やかに暮らしていると忘れちゃうんですけども、街中の暮らしって忙しいし、時間のロスをお互いにしてると思うんですよ。待つって時間が非常に多いんですよね。私のこの住んでるところでは基本的にその混むってことがないんで、なんかね、待たされるってことはない、混雑で待たされるってことはないですね。やっぱりそんなに交通量多くないですね。車がいっぱい行き交ってるところに来たつもりだったんですけども、まあこんな感じです。はい、で、Tバルフにつきましては、もう一個ね、雨漏りの他に日差しって問題があるんですよ。これね、夏場に走るとむちゃくちゃ暑いんですよ。上が透明じゃないですか。だからこの炎天下がね、肌に突き刺さってきますんで、Tバルフの上のね、ルーフのところにシートを貼る人もいるぐらいなんですよ。まあこれ専用のシートがあるんですけども、私はないんで、こうやって天気の日は走らずに洗車するだけと。曇ってきたら走るみたいなことを繰り返したりね。あと夜のドライブってのも結構気持ちいいですよね。次はですね、私がですね、いつも参考にさせていただいているトランザムの YouTuber の方をちょっとだけ紹介しようかと思います。まあ紹介って言っても、私がね、こんな人の見てますよっていうぐらいなんですけどもね。それでは一旦、アナウンスを終わります。動画の方をご覧いただきましてありがとうございました。